まあ、参拝あるいは普段から神様にお祈りするとき、うん、参拝するときに神様が見てらっしゃるポイントの3つをお話しいただいて、はい、今日の締めとさせていただきたいと思います、はいはい、3つ、はい、何かございますか。3つですね。皆さんどこでもこうあのパワースポットとか行かれたりお祈りした、うん、されたり、まあ、そこじゃなくても大自然の中でお祈りされたりすることもあると思うんですけど、あ山がご神体とか、ね、そうですね、泉とか、うん、そうですね、そういう時にあの実際見てらっしゃる神様から見ているポイントが3つあって、うん、1つは動機、動機、なぜそのお祈りをするのかという動機づけのところをまず見られるんですね、はいはいはい、で2つ目はその祈ってる時の本人ご本人の心境、うん、どういう心境でここに来たかっていうところを見られます、うん、で最後に、その祈りを叶えてもらいたいためにご本人が精進しているかというところを見る、努力しているかと、ね、この3つのポイントを見られるんですね。まず一番最初は動機づけ、どうしてそういうような思いを持ったかって、その例えばあのお金持ちになりたいと思った時に、うん、まあ横島な心、例えば自分借金があって首が回らないからお金持ちになりたいとか、そのなんていうかな、あの自分の悩みはとにかくこうなんていうか苦し紛れに逃れたいから、うん、とにかくどうにかしてくれっていうその。逃れたい逃避の思いとか、まあ、その状況を作ったのは自分だろうと、ね、そう動機づけのところを見られますね、不純なものを持ってるんじゃないかとか、うん、あの横島の心でそういうこと思いを思ったのかとかを見られるってことですね、うん、だからそこに何、はい、なんていうの、うん、何があると大事なんだろう。だって欲を持つことはいいでしょう。だからそうです、ね、そうこの間も話したんだけど、本能が濁ると煩悩になるっていう話をして、そうですね、本能の欲って大事じゃないですか。そうですね、食欲、性欲、睡眠欲も全て、あそうですね、だ正当にそれをなんていうの、本能でこう持っていくものならいいのか。そうですね、あの、仏教用語で理持則利他という言葉がありまして、自分を利することが他の人たちにも利することになるっていうような場合だったら OK、うん、なるほどね、うん、自分だけだから私利私欲で、その反対に私利私欲で、うん、自分さえ良ければいいっていうのじゃなければ、まずあの OK ですね。自分が例えばそういうふうになることによって、うん、周りの人も良き恩恵を与えられる、一緒にこういい循環ができるっていうのであれば OK ですかね。ナンバーズ当てたらちょっとステーキ会を開くと自分だけのものにしないとか、エゴの塊にならないって言ったら OK ですね、うん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 、そこの動機のとこの何でその思いを持ったかっていうところが一つまず見られます。一度まずそこを自分で内観した方がいいね。そうそう、まずそこはやっぱりそこですね。で二つ目が心境、うん、心境、うん、やっぱりここお祈りするまでの心境を見てらっしゃいますね。それはどういうことですか、うん、なんていうかな、もちろん言ってることはわかるけど、まあその動機が良かったら心境も大体いいことが多いですよね。平然もそんな横島のことは考えていらっしゃらない、心境で生きていらっしゃる、いわゆる、うんうん、なんかこう不安でドキドキみたいなのよりは、そうですね、心境ってその要するに、まあ、テンションというかフィーリング、そうですね、どうある方がいいんですか、その時。そうですね、なんていうかな、いつも自分は努力しているんだけど、いつもこうどう言ってんですかね、こう自分に自信がないとか、うんうん、それもマイナスなんです実は。だから心境のところで一番いいのは例えばもうお見通しだと思ってくださいね。そうすると、うん、自分は至らない人間だけれども頑張ってそれなりに毎日日々努力をしているんですっていうような心境で毎日生きてたら、うん、それは OK だと思います、ね、うん、なるほどね。だ謙虚な気持ちをいつも持っているかっていうところですかね。そっかそっか、はあ、その上で、はい、最後精進してるか、最後は精進しているか、これ努力ということですけども、うん、それが一番よく現れるのよく400度参り、うんうん、あるいはやっぱり決意を表しますって言ってね、行動で分かりやすくこうお百度参りとかされて、多企業を、ね、1ヶ月間続けましたとか、まあ、これちょっとあれ宗教的な行為にあたりますけど、うん、それに値するようなことを別に多企業しなくていいんですけど、うん、やっているか、日々努力しているか、なるほどね、うん、人のために一番分かりやすく言うと、人のために祈っているような自分であるかって、
あの地獄的な人ほど自分のことばっかり考えてるんですよ。自分24時間の思いの中を点検すると自分のことしか考えてない。でも成功している人とか幸せの人って自分のことよりも人のことを考えてることの時間の方が長いんですね。でそうやってそのなんていうかな、あの思いの本でも、あ例えば会社のことでも、あの人にこんなこと言ってたけど大丈夫かな、あの人にちゃんとできたかな、自分はちゃんとできたかなって言って人のことをいつも考えてる、うん、自分のことよりも人のことを考えて尽くしているというなんていうかな、その努力しているかと、あのまあ要するにこの世界を良くしようってきれいにしようっていうふうに自分なりの、うん、あのなんていうかな、自戒っていうんですかね、自分の律するような、うんうんうん、行動を自分でちゃんとその律しているかっていうところを見られる、はあ、すごい精進とか努力のところですけど、ちょっと固い言葉ですみません、でもそういう心がけを実行しているかってところです、うん、心の中のものをそこ見られますかね。なるほどね、はあ、まあ、この3つのポイント参拝行くと家族のこととかもね、うん、すごいこうお願いとかするけど、ね、やっぱりそういうのに気づかせてくれる存在かもね、自分というよりはね。そうですね、その3つのポイントはやっぱり どっか1つ外れると多分3つとも外れちゃうんじゃないですかね。うん、最初の動機づけからもつながってるような気がしますけど、うんうん、この3つのポイントをしっかりと、まあ、意識していくと、神様もそれを見てくださって、そうですね、聞き入れてくださるというかね、でその神仕組みの場合の奇跡が起こるときっていうのは、うん、人間ごときが想像できないドラマを下ろされることが多いんですよ。確かに。なんて、うん、嘘だろっていうぐらいのね。そう、うん、これなんか、そうあります、書いてた台本書いてる人いませんみたいな人との急に巡り合わせとかね。そうそうそうとかね、うん、絶対無理だと思ったことがガラッと変わったりとかね、うんうん、それでそういうの偶然が2つ3つ4つって信じられないように重なったりするんです。うん、これさっきのシンクロの話と似てる、うん、神様 あの下ろされるドラマっていうのはすごい壮大なんですね。人間本家いますよね、ちっぽけなものじゃないんですよ。だからよくあのエゴでだったらこの例えばですよ、あの人とななんかいい人が現れますようにって、じゃどこで仕入れるのかな、あそこで行けばいいのかなとかって、そんなレベルじゃないものを下ろされることが多いです。はあ、うん、だから最後は全託するっていう謙虚な気持ち、うん、どうあってもまあ全託ってしまう、自分のエゴを出しませんって、もうお祈りした段階であのエゴは申しませんって、もう全託いたしますという謙虚な気持ちを、うん、あのさ差し出して祈り終えているかっていうところを見られる感じがしますね。選択するとかね、そう選択する、下座するとか言いますよね、一歩下がってね、そうですね、お導きくださいと、うん、そう神様はもう汚れがあるのも分かってる、うん、自分が未熟なのも分かっている、うん、でもそれもまあ選択いたします、それなりの自分は努力いたしましたというような、うん、本当にこう謙虚な気持ちはお好きですね。はあ、でそれでね、ええ、目の前に現れるドラマがもっと壮大なものというのはいい話ですね。神様レベルってそうですもんね。そうですね、うん、もうきっとあのキクさんも経験してらっしゃるとは思うんですけど、いろいろ、いやなんかね、嘘だろっていうぐらいの出会いが出てきたりとかね、あ、うん、まあそういうのっていっぱいあるよね。そういうのをあの実感するとやっぱり見られてたんだって思いません？で見られてたんだっていう時の、うん、そのシンクロ状態に入ってる時ってあんま記憶がないの、今思えばものすごい大事なものを掴んでる人とかね、今にとって自分の例えばボスとか、それからうちのママとかもそうだけど、なんか記憶がないんだよね、ふわーってそっちに入ってって、後でこれ全部その導きだったじゃんとか、あ、じゃあもう手の中で転がされてるってことなんですね。そう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 、なるほど、うん、シンクロ状態入ってる時ってなんかこうモードに入りますよね、後から分かるっていうか、後からハッとしますね、うん、あります。高速でほらバーってあの例えば F1 ドライバーが運転してるときにいちいち、はい、カーブが来たとか思ってないじゃないですか。バーってやって終わって、後で見たらあこんなになってたんだみたいな。あ、霊速で走る。霊速で走るっていう感覚。ありますね。